さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう。はい今日のファックステーマは親子で揉めて万年です。うんうん、はい揉、えー、めて万年、えーねえー。メールネーム高弘さんですね。うんえー、親子で揉めているのは帳簿をつけるのが誰がすんねんです。あのロクセさんと同じ事案が発生しました。はい、喫茶店をやっている60代の両親売り上げが思わしくない頼んでいた税理士さんへの顧問料を止めて、うん、自分たちで帳面をつけること。 しかしそれを両親間でお互い経理とか苦手やからと東京にいる長男ではなく同居の次男の私にやらしたらという意見が一致しました私も本業ありますし片手までようやらんというのですが誰もやるもんおらん若い年始助けてやと月5000円の経理代は払うからと言うてきます学生の小遣いと一緒のお金までへちるぐらいなら 喫茶店閉めるか五千円でやってもらえる会計会計屋さんを探せと言い合っていますと。これ六者さん難しいのこれやっって難しいでも私がやってるのはめっちゃ簡単なやつしかやってないので。喫茶店とか喫茶店ぐらいやったら逆にそんなに経費もだって仕入れぐらいでしょ。あの月多分年で四五万払ったらポンとやってくれる子あると思うんですけどね。でも六者さんとかもなんでやってくれへんの？他の人に。 あれ止まったラジオやでこれをそうですよね多分今はそんな体力がないんじゃないですか <laughs>、ね、それもお母さんとしてて甘えてんゃかないやお母さんとしての甘えじゃないですよもう背に腹は変えられんという感じですよ多分。 今フォローで言うか <laughs> そうなのよで流すとこですよね <laughs> いちいちガチのこと言うね<笑><笑>、はいえー、こちらですラジオネーム緑のおばさんです独身の息子と揉めてます、うん、彼女がいないと思っていたらい先週東京に行ってくると一泊二日でかい行ってきて帰ってきたら<う>写真を見せられて彼女だと言います<う>なんとネットで知り合って会いに行ってきたというので騙されてるというと,うと話したくないと口きかなくなりました困っています ネットでいや俺ネットで知り合うのがないから私の友達がネットで知り合って結婚しましたよ、えー、そして離婚しました <laughs> <laughs> 知り合いツールとしたらもうネットなんて当たり前の方が回なのかも分らへんしでもそれやっぱりなまあもうそれで犯罪増えても確かにあの 子供とか、中学生、小学生の犯罪増えても、これも、あの、否めな。ただね、これが女の子やったら怖いけども、男の子やから。うんうね、もう、自分の責任でやればって感じかもしれませんね。ん徳永希望さん、私も、親、65歳が経営する会社に勤めております。<う>営業法人で衝突することはしょっちゅうです。うん、特にひどいのは、バブルを経験している父親の金銭感覚です。うん、まだ、当時の感覚のままで。 金いいが相当荒く会社の経費を何とも持ってないようですバブルを知らない私には全く理解できません挙句の果てによそに女性を作っていることが発覚して家族からソース感されていますうんこれはプロデューサーでも分かれますよねそ,その世代のプロデューサーか、うん、若いプロデューサーでお金の使い方とか<ー>その経費の切り方とかーーもう一件ちょっとクラブでも行きましょうかいうのはやっぱりそ,そのバブル時期のせやな今の若いプロデューサーなんかそのクラブな絶対なアイないもんねアルミかわいせやな ちょっとなでその経験もしてないし分かれへんねん落とし方も分かれへんなるほどね、うんうん、こちらですラジオネーム電気屋さんですうちは町の電気屋です、うん、大塚家具さんの会長さんとは打って変わって、うん、やる気がない義理の父とちょっとだけやる気のある息子の店で <laughs> 私は息子の嫁会社員だった私だけが毎日コンスタントに働くような感じですある時思い切ってちょっと お父さんも真剣に働いてくださいよと言った私に向かってお父さんが「お前が手広くやりすぎやだから手が回らへん!」と言われてしまいました。手広くやらなどうやって食べていくねん。ほんでサボってるから手が回らへんねんと思ってるのは私だけ。 義理の母も特に何を言ってくれるわけでもなくほんと自営業って難しいやろなでもやっぱり一生懸命やってるとこはいろいろねこのデフレであるとか円安であるとかああいうのでもうあのやっぱり大変や思けどやっぱり一生懸命やってやるとこはねやっぱり残ってあるでバブルの時から調子乗らずにでも黒田さんもあれでしょ芸人さんであかんかったらのんきや都合と思ってたでしょそう思うかあんなの歯切れをこう5倍50円でしたっけ 5枚50円やったら1枚10円でやんなしかも家の中で売るなやな家の中やったら俺らがはかわなかんやんか <laughs> 新手の詐欺ですねラジオネームえいこ清水さんですね曽、はいえー、祖,祖父。うん がなくなった時のことです、うん、私は実家は丹波で料理旅館を営んでいたのですが今後の経営方針は曽祖父の路線を引き継ぐ祖父と、うん、旅館は廃業してロードサイドにお店を構えようとした父とで激しく対立し、うん、とうとう父は独立してレストランを作りました、うん、あれから30年双方どうなったかというと両方廃業してしまいました<ー>時代の流れを捉えて、えー、機敏に判断する大切さを身に思って知りました、うん、やっぱりね お店って大変やねこれから嫁のお父さんがね中華料理屋さんでもう三十五年ぐらいすごいですね大したもんやね大したもんですよこれはねなかなかできへんで町の中華料理屋さんってやっぱ大変なんですけど出前やったりとかでしょお一人ですか今お店のお兄ちゃんと大変やねさあこちらですラジオネーム意味不明ギャンブル好きさんです 母と揉めています。女性の方ですね。今まで育てて、育てた金を返せというのです。<ー> <laughs> 当然です。 1000万円以上を支払い<う>、今でも月に数万円渡しています。<う>当たり前です。育ててくれたんですから。でもそのお金全部パチンコで使っているんです。借金までしてもういい加減にしてよ。パチンコ屋まで5万持ってこいとか、育ててやってやろうって競馬場にも10万持って行かされましたよ。頭冷やせお前はと前いつも言われます。意味不明です。あ向こうに言われる。向こうに言われる <laughs> あ。もう向こうがちょっともう感覚がずる。 く狂ってきてんねんね。ねいや、もうどうなってん,ねん。これだから、逆見たら、小離れできてないよね。でんほんで、この一千万を、例えば、百歩譲って返したとしても。それを老後の貯金に取るなら、まだしも。まあ、そうなったら、また、ほら、子供対応。そうでなるやんか。うでもう、むしろ。ですよね、これ。うん、子供不幸。でも、アホほど、親から金借りる人も見てるしな、ら俺らいや、ほんま、平気よ。んほんま、何百万単位とかでも。で、返さんでも平気やもんな。 大大そういう人ね。借りる人はね、そうですよね。うん、はい、どなたにあもうあります大丈夫ですか。さあどなたにしましょうか。はい、どなたに。<あ>どなたに長母かな。長母の方な、うん。親子で揉めているという。うん、はい、それでは、えー、ラジオネーム高弘子さんに現金三千円差し上げましょう。<laughs> 今日のテーマは親子で揉めて万年。たくさんのメッセージありがとうございました。